ファーストテイク感で。ハロ、ハロじゃない、これなんかあの最近最近なんかさ、修羅場をくぐり抜けてきたなんかインタビューの動画があって、うん、こういう歩きながら撮ってるんだよ、うんうん、歩く必要あると思いながら。え、あれなんですって、人間って喋るときって1対1で座って喋ると本心を言えないそうですよ。あ、こうやって歩いて喋ってる方が自分の気持ちを言い合うんですよ。あ、そうなんだ、うん。じゃあ台湾来てどうですか？楽しいです。会心ま？会心。日本帰りたくない？あの、最近ちょっとやりたい研究のテーマが見つかって楽しくなってきました。お、いいね。じゃあもう台湾 3,4 年入れるパターンっすかね。うんうん、台湾には2年ですかね2年ちょいで卒業したい。とりあえずだ、学生はもうね2年で辞めて。そうか、社会に出たい。社会に出たいです。社会に、台湾で出るんですか？台湾で出ます。お、いいじゃない。じゃあもう今後も台湾で。そうですね、いる予定です。働きながら Vlogger もちょくちょくやりながら。いいじゃない。え、その仕事のなんかね絡めれればいいよね。何と？仕事と Vlog を絡められるか、編集ですかねそうそうそう。でもさ、私そんな人よりも編集ができる自信がある。そうでしょ。いや、上手だと思うよ。だから編集が委託とか逆にいけますよ。お、じゃあ僕も有名になって委託しよう。いや、もうそれでだって得意分野生かした方がいいじゃん。うんうん、生かせますね。で、最近ハマってるのはなんかカフェ巡りって聞いたんですけど。いや、あの春水炭。あ、春水炭巡りね、はい、そうなんですよ。もうそれは他のカフェには別にそんなに行かないの？もう全く行ってないです。春水炭ばっか行って、はい、ばっか行きます。え、で昨日も行きました。あ、昨日も行ったんだ、はい。昨日はどこに行ったんですか？西シーフーの方に。シーフーって、はい、茶色ライン。茶色に。だいぶ遠くまで行ったんですね。行きました。足ひねりました。足ひねった日に、はい、足ひねってもう、あ、これはもう行くしかねえなと思って足ひねってます。足ひねってます。遠がちゃ分かる。嫌なことがあったら水に流すと。春の水に流していこうと。で、今日もちなみにどこ行くんでしたっけ？今日も中水だね。ちなみに明日も中水だね。やばい、3連続で行ってんの？行こうかなって。で、今日はちょっとあったかい飲み物にしようかなと。ちょっと新しいものチャレンジ。はい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 。すごいね。明日はちなみにどの店舗に？明日もまた茶色ですかね。茶色まだあったっけ？メリメフダーズ。ダーズ行くんだ。行きます。もうだいぶこっちのエリア攻めてますね、台北。茶色終わるんですよ。茶色終わらせていこう、はい。茶色終わるっていうか、もはや台北が終わりそうです。そうだよね、はい。もうほぼほぼ台北終わって。あとはバンチャオに行って。新平行って。あとはね、ビンコのアウトレットです。遠い。U バイクで行くんですよね。いや、スケボーで。あ、スケボーか。はい、そうだった、そうだった。もっとやばいやつだ。雨の中行こうと思います。とりあえずね、今から春水炭に行くんで。行きます。場所はね、あそこのね、ウェンチュアンって書いてある台北ウェンチュアン。あ、待って、俺も見えない。どこだ？まあ、あっちの方です。女の人